皆さん、明けましておめでとうございます。ひろこのウィークリーゴールデーようこそ2022年1月5日です。今回はマーケットエッジ代表、小菅努さんにご出演いただきます。小菅さん。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。虎年明けました。はい。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日は虎、えー、年最初の 放送ということで、えー、小菅さんにはまあ今年22年というまあ年回りがまあどんなマーケット金にとって年回りなのかそして一番重要な項目というのはまあアメリカの金融政策ということでこのあたり入門編ということでお話を伺っていくということでよろしくお願いします、はい、さあまずは価格動向をチェックしておきましょうこの年末年始の1週間での比較ということになっているんですが どうでしょう貴金属全般的に悪くないですね。そうですね。ただこれだいたい持ち高調査でしたよね。あ,<ー>あまりなんか積極的に買われたというよりも、なんかショートカバーが入ったと。こういった値動きだったのかなと思ってます。やっぱりそういういこと 変わり目であるということで特に材料で動いたって感じではないということですねただこの大阪金ですとか、まあ、大阪パラジウムプラチナが強いというのはこれ円安の影響も大きいでしょうかねそうですね、まあ、国内これ当然、まあ、インフレが強くなりますので、うん、まあだいぶやっぱり価格動きましたよね。そうですねなんかね、なんか年初から本当116円台まで一気に為替が動いていますね。 ではちょっとチャートをご覧いただきましょう、持ち高調整ということで、まあ、あんまりこう同意があったわけではないと。そんな感じですね。はい はいでは、今日のテーマ、ちょっとこう見ておきましょう。虎年始まりました、どんな1年になりそうでしょうかということで、まず傾向を見ておきます。そしてなんといっても今回はアメリカの、ね、金融政策が変わるということで、この点においてゴールドっていうのは、これ、どういうふうに影響を被るのかということを、えー、しっかりと検証していただきたいと思います。小杉さん今年も 今日もよろしくお願いいたします。はい、ますこの番組は豊かで均等し豊かトラスティー証券の提供でお届けします。では早速伺っていきましょう。トラということなんですが、マーケット的にはこれどんな年なんでしょうかそうですね。これ上の方が日経平均株価なんですけど、平均でいうとこれトラ年っていうのは、まあ、そこそこちょっと上がっているという。 で相場各県でこれ、千里走るといって、うん、その後のううたつみに対して、まあ、駆け上がり始め、これから上がっていく準備段階と言われています。助走ですね、まだね。下がこれ、東京基金の方ですよね、円建ての金相場、これちょっとデータ少ないんですよね、過去3回分しかないんですけど、平均で見るとマイナス2.0と、あ<ー>まあそんな大きく上がりもしない、うん、下がりもしないって。うん で過去3回というと、1勝2敗、貯金は14.0%なんですけど、その前2回はちょっと下がってますって。はい、まあこんな傾向が、信じていいのか分かんないんですけど、<laughs> <laughs> あります。そうですね、あの先物市場誕生してから、まだトラっていうのが3回しか回ってきてないということですね。これは一応参考程度にということでしょうか。そうですねあんまり信じないでくださいっ、ね、て。<笑>,笑い話です。<laughs> これ、本当にね、22年、今年一番重要なポイントというのは、アメリカがこれまで金融緩和やってきてたのが、もう引き締めに入っていくでしょうということなんですが、さあ、えー、そこにおいて、今、現状で金相場のスタート地点、どんな感じなのかということをちょっと検証していただきたいんですが。そうですね、まず2022年初めで、今、金がどういう値値値値あるのかというの、うん、年間のこれ、4本目で見てみたいと思います。はい これよくニュースで見るのが、まあ、年末の時点の価格が去年と比べて上がったか下がったかって、はい、よく出ますよね。で、去年、2021年というのは、これ、前年比で66.50ドル安。えー、値下がりとしては3年ぶりなんですけど、うん、過去2年が結構上がってるんですよね。241と372。はい。はい、600ドル強上がって、それに対して66.50ドル安。はい。 もう結構調査圧力は強まったんですけど、まあ、検討したと言っていいのかなと思います、はい、そうですね、はい、でもう一個注目してもらいたいのが、これ、何かというと、年間の最安値が前の年と比べてどう動いているかという、はい、え数字なんですけど、はい、これ見ると結構面白くないですか。え、最安値が価格が切り上がってるってことですか、はい、これ。 そうですねこれ過去6年連続で年間休んでて上がってるんですよね。はい、そうですよね、はい、金額結構乱高下してるんですけどこのベースのラインっていうのは結構着実に上がってるでしかもここ3年見ると全部100ドル以上去年200ドル以上上がってるんですよねはいはい、はい、<laughs> それってなんか強くないですかこう下値支持線を引くと切り上がってるってことですよねそうですねだからベースのラインがちゃんと切り上がってる相場っていうのが確認できるかと思います。はい で去年って本当は金相場はどういう年かというと、過去というと2013年とか14年、はい、これと同じような関係だったんですよねこれはリーマンショック後の 9E のテーパリングが始まった頃ですねそうですね、まあ、経済関係、混乱していったんですけど、それがだいぶ正常化してきた、そうでっ金融政策も正常化できるよねっ、うん、でそういった議論をやった時きって、前回はこれ、急落したんですよね、うん2013年いバカか。うか、ん <laughs> 3年連続でこれ年間の終わり値も高値も,も安値も切り、はい、下がってるんですね。はい、でそれに対して今年ってあ今年じゃ、去年ですね。去年っていうのはそんなにやっぱり下がんなかったなって。はい、66ドル程度で終わり値はね。これ年,<え>年末の1828.60ドルってこれ年末のプライスとしては過去2番目に高いんですよ、ね。はいはい、当然まあ2020年のこれ過去最高値つけたんですけど、はい。 この次に高い年。で、だから年末のだ。今年の初めですから、スタートラインがすごい高い水準で始まってるよっていうのは注意が必要かなと思ってます。はい。だからテーパリングが始まって。 とかいう、ね、2013年からの相場って、ね、14年15年とずっと下げ続けてたんですけどそこと同じことが今起こっているということで考えれば下げ方としてはすごい限定的で済んでるということですよね調整がすごいこう比較的浅いという感じですよねどうせ結構頑張ったのかなと思ってます。はい 頑張って耐えているゴールドなんですけど、さあ、金融政策の正常化ということがどのような影響があるのかということですね、ここから。はい、そうですね、ここ数年の金相を見ると、やっぱり一番影響大きいのってアメリカの実質金利環境なんですね。実質金利、はい、はい。で、それはやっぱり当然、金融政策の影響を受けるので。 まあ今年も当然アメリカの金融政策環境がどう動いていくのか、うん、それに対して金がどう動くのかという、これをベースに考えていくべきかなとは思っています。はい、で左側のこチャート何かというと、アメリカの当局者がこれから金利どう、どういうふうに動いていくのかという予想を示したこれいわゆるドットチャートですよね。はい、でこれによると、まあ、今年、そして来年なんですけど、当局者ってそれぞれ年3回の利上げを予想しているんですね。はい 今年年回回利利上上げ、で来年も3回利上げ来もこれがまず今の前提条件というか、議論のたたき台なんのかなと思ってます、はい、利上げっていうと、やっぱりその金利が上がって、ドル高になって、金には悪いってイメージがありますけど、教科書的にもそうですよね。そうですね、まあ、もしまあ利上げで金利どうなるかって、教科書書くとしたら、これ、ビーガンの表になると思うんですけど、利上げってのは当然、金利が上昇しますんで。 金にとっては、ね、金の投資コストの増大金は金で産まないので、金に上がるときついよねと。で、利上げやっていくと今度、左下ですけど、インフレ圧力が弱まるよねと。まあ、去年インフレでだいぶ金支えられましたけど、それがなくなってくるよねと。で、右上ですけど、まあ、金利上昇すれば当然ドルが上がるよねと。これはまあ、ドル建ての金にとってネガティブですよねと。で、もう一つは、まあ、金融政策正常化。 でそうするとまあそもそも金に対する対比需要がなくなってくるよねと。であと一番ベースにあるのがそもそも利上げができるほどに経済環境金融環境が良くなったら安全資産の金というのは必要あるのってうんだこういう考え方をすると、はい、利上げって普通はやっぱり金にとって売り材料なんです,そうなんですよね、はいはい。ということで今年 いよいよこれね、もう3回も利上げするという予想が体制になってきている中で、金相場弱いんじゃないのっていうふうに、まあ、ちょっと自信をなくしてしまうんですが、小杉さんはどう読みますかそうですね、実はちょっと違うかもしれないなとは思ってます。はい。で、これは過去のデータを見ると、利上げイコール金の下落とは限らないんですよね。で、これはグラフでどういうチャートかというと、これ、オレンジ色の方が FF 金利。 まあ、いわゆる政策金ですよね。で、青い方がこれ、金の値段の動きです。うんはい、で、これ見るとどうでしょうか、直近の利上げって2015年12月なんですけど、はい、金相場って崩れましたかあれ、2015年12月のところに金相場底入れって書いてありますね。そうですね、これ、金の方が若干早く底入れしてたんですけど、はい、ほぼ同じタイミングで金とあ、金相場って底入れしたんですよね。はい、だこの時は 金の相場環境どうなったかというと、まあ、ずっとこれ、その前にまあテーパリングがあったんですけど、利上げ始まるよねって、折り込んでいったんですよね。うん、でずっとだから2014、15って低迷したんですけど、うんはい、実際、利上げが始まりました。金崩れるか崩れないかといったら、これでもう材料は出尽くしたよね利上げ開始前にもう下がってるんですね、だいぶこれ。もうずっとそこまで折り込んできて100、100%折り込みが終わってたんで、はいまあ、いわゆる材料出尽くし。 もう全部これ、売り材料は終わったよねということで、その後の金価格見ると、まあ、2016年、17年、まあ、むしろ底堅い、まあ、そんな急騰はしてないんですけど、はい、だけ一服後の値固めの方に移行してるんです。はいはい、もう利上げのこのオレンジ色の、ね、ラインがどーんと上がっていくときに、金、決して下がってないっていうか、これも下で切り上げ型になってますもんね、そうですね。 当然利下げやっていくと金って急騰するんですよねこのオレンジがドーンと下がってるときドンと上がってますね、はい、直近もそうですよね利下げで大きく上がってます、ねうん、で利上げのときってむしろ利上げの前段階で金って売られていって利上げが始まったら材料自粛して上がってくるてでこれ今回ご用意したのは2015年12月の利上げのパターンなんですけどまあ実はその前もだいたい1ヶ月前後のタイムラグで、はい、まあ金が底入れでゼロ金利解除 あ、出るけんじゃないですね、利上げ開始と。はい。大体同じようなパターンを描いてるんですね。そうなんですね。じゃ、もう利上げ開始っていうこと自体は、もう金の下げ要因にはならないと。いうことなんですね。ですね。まあ、消化が終わっていたという。終わっている。はい。じゃ、これは金利面から見たゴールドなんですが。この量的感はバランスシートで見ると、どうなんでしょうか。これも結構近い議論ができるんですよね。うん。 でまあ、これ今、テーパリングやってますけど、えー、前回の場合だとまあ両手は、e、量的緩和、QE1、QE2 ってありましたけど、こ、はい、の時的って金ってすごい上がったんですよね。まあ、プリントマネーだ、ね、どんどんお金出てくるぞって。ドルばらまいたから、はい。はい、でもこれ、QE3 って実はそんなに上がらなかったんですよね。うんでこの時きも、QE3 始まった直後から、そろそろ今度テーパリング考えようよって。はい、もういつまでもこんなことやってらんないよねって。はいはい、でそういった議論が始まっちゃったんで。 あーーあ、9位3が始まってんだけど、金は上がらない。うん、で、2013年5月になると、まあ、いわゆるバーナンキショックですよね。<laughs> もうテーパーリングやるよって考えてんだよって、FRB の議長が言ったら、まあ、金融市場総崩れで、金も崩れたというのが2013年のパターンです、はい、覚えてます、バーナンキショックって言われてね、<laughs> 大暴落しましまた、はい、でその後実際、じゃテーパーリング始まったらどうなったかというと、これも理論上でいうと、テーパーリング始まったら金って崩れないとだめですね。 うん、もしくはまあ高、上げ一幅、まあ、調整率高まるんですけど、実際の前回のテーパリング見ると、大体横ばいだったんですねそうですね、金崩れるのはテーパリング開始、まあ、ちょっとぐらいまでで、あとはなんとか頑張ってるんですねこれもさっきの利上げの議論と同じなんですね、はい、利上げの開始までずっと金って下がっていって、実際に利上げで材料でつくし。はい でテーパリングに関しても、始まるぞ、始まるぞでずっと難化していって、はい、実際始まったら、あやっぱり始まったよね、材料を出尽くしたよねということで、うん、いいの止まったんです今回もやっぱりこれと近いパターンがあり得るのかなとは思ってます。はい 金利面そしてまあ QE というね FRB の資産であるバランスシートこれと金の価格の相関ちょっと見ていただきましたけれどもこれじゃあその今年利上げがあるけれどもそんなに金下がらないかもしれないという仮説が成り立つんですがそうなるとまあでも金だけじゃなくてそのドルとか金利とかねそっちもそういう傾向で 前で前折り込んで動いているという考え方でいいんでしょうかそうですね、これ、左側がドルインデックス、はい、で右側が長期金利をご用意したんですけど、うん、これ、2015年12月の利上げ前後を見ると、これ、ドルってその直前にすごい上がっていったんですね、やっぱり。はあまあ、いよいよテーパリングが始まるよ、利上げ始まるよ、はい、でも実際にこれ、利上げ始まってからどうなったかというと、まあ、乱高下したんですが、そうですね、はい。 で右側のこれ、長金利もそうですね。うん、まあどんどんこれから利上げ始まれるよということで、そこがたく推理し,したんですけど、はい、実際、利上げ始まって金利,金利が急騰したかというと、してないんですよね。はい、この辺もやっぱり同じな、金と同じで、ずっとまあイベントの前に材料を出尽くし、織り込んでいって、実際にまあイベントが発生すると、材料が出尽くしたよねと。 マーケットも面白いですよね,すね。本当はこれ、科書していったらドルは急進して金利急進しないとだめなんですけど、まあ、実際はもうこれでまあ材料終わったよねといううんれはれあ前回のいマーケット全体のパターンでした、はい。ということを踏まえて、えー、金のチャートをご用意いただいているんですが、さあ、今年どういう値動きが予想されるかで。これが2019年からの値段の動きなんですけど。はいえん まあ2019年ってそもそも金ってもう強かったんですよね。はい、まあ景気がちょっと減速し始めたよねと、金融緩和が必要だよねということで上がっていって、うん、まあその流れが加速したのが2020年のパンデミック、まあ、経済環境の先行不透明感、さらにまあゼロ金利上的緩和で急騰したとで。一方で去年は何だったかというと、まあ、そのリスク織り込みが終わって、まあ、だんだんと金融政策の正常化がいくよね、なので上ニを抑えられた。 これが去年の大体1年間ですよねだインフレで上がらなかったというの見方もあったんですけど、まあ、むしろこれだけ金融政策正常化の議論をやって、下がらなかったよねというのが、うん、まあむしろ過去のパターンから見ると、まあ、適切な評価なのかなと思ってます。それ、綱引きだったんですね、インフレの議論と正常化というのがね。だからずっと去年、動かないよって動かなかった。動くんですか、はい、今年果たして。 で今年はそろそろちょっと面白くなってくるのかなとは思ってます。はい、で、まず今の想定されている流れなんですけど、まあ、テーパリがまあ3月で終わりますよねと。まあ、1月、2月、で3月でも終わり。で、その後当然今度、利上げの議論やっていくんですけど、まあ、利上げが結構、今の状況だと早めにいきそうだよねで、そもそもまあ、利上げゆっくりやる,やるんだったら、テーパリに加速しようなかったんで。はい やっぱり6月じゃなくて3月までってやったら、彼にはやっぱりちょっと早いのかなと。はい、で、一番もやっぱり高派の当局者だと、もう3月で合意しちゃおうよと、うん、ここまでいってますんで、はい、まあこの辺でやっぱり一つの転換期が訪れる可能性があると。はい、で、前回のパターンでいうと、ここはやっぱり金の売り材料の出尽くしになったんで、ここでやっぱり金の地合いを変えていけるかどうか、もうこれでネガティブ材料出尽,出尽くしたよねと。 いうムードが広がっていくと、まあ、今年の金融相場はかなり面白くなっていくるのかなと思ってます。これ、スタートラインは1800ドルですから、これ、上昇始めたら簡単に2000ドル超えていきますんで、そういった今、明治にありますこういった一つの過程のシナリオに、まあ、リスクはないでしょうかそうですね、一つがこれ、前回と違いが大きい違いがあるんですね。何何でしょううそれ何かというとい テーパリングから利上げまでの時間が今回すごい短いんですあ前回は2014年にテーパリングやって、はい、2015年末、だいたい1年今日ですか、はい、テーパリング終了から利上げまで時間があったんです。ありましたね。はい、イエレンさん、慎重でした、はい。今回多分時間ないんじゃないかと。いう <laughs> 下手したら1ヶ月とか、まあ、むしろ0ヶ月、ほぼ同時に まあ、テーパーング終了から利上げまでいっちゃう可能性があるんですね。そうすると、まあ、前回は本当に折り込み、折り込みたけど、今回、折り込みがちょっと時間足りてないよって、評価が広がるリスクはあるんです、はい。そうすると、じゃあ、これ、実際の利上げの始まりで、やっぱりだめだよねってことで値下がりしたら、ちょっともう一回去年のグダグダ相場をもうちょっと繰り返す必要があるのかなと。うん、でこれがまあリスクシナリオですね。 ちょっとマーケットがものすごいスピードでちょっと変化して、でしかも金融政策ものすごいスピードで転換しているということを、消化しきれているかどうかわからないってことですね。そうですね。だから売り材料が早く終わったって楽観的に見れるんですけど、ネガティブ,ネガティブな見方すると、消化まだ未消化だよって。<laughs> かもしれない、はい、さあそれはどっちに出るかっていうのは見てみないとわからないですけどまあ利上げのタイミングが本当に、えー、テーパリング終了と同時になるかちょっと様子見るのかっていうことこのあたりも重要ですよねはいはいそしてもう一枚面白いスライドをご用意いただいてるんですがたくさんのかわい子ちゃんがなんか <laughs> 揃ってます何でしょうかこれ陶器の理論なんですけどはい陶器って何っていう議論なんですねで、はい 一つの考え方は、投機ってこれミスコンと同じような感じですよって。うん、で、みんなが一番美人な候補者に投票していって、はいで、客観的な美人だねと自分が思った人に投票していくとで、そうすると、まあ、市場というのは合理的に動くんで、でそうすると、じゃあ金ってどうなるかというと、最初に説明しましたよね。利上げやっていったらやっぱり金が下落するああ、合理的にやるならそうなるはい。はい、だから、投機がこれミスコン的なものだったら、 金って下落すするんですよね、はい、で一方でこれ、投機というのは、ビスコンとは違うよという考え方なんですよ。はい、でこれ、ケインズなんか言ってる、美人コンテストで。これは何かというと、まあ、前提として一番美人な候補者に投票する。これは同じなんですよねで。ここに一個一個条件をつけるんですよ。はい、一番票を集めた美人に投票した人には、賞金あげますよってお、はい。そうすると違うんですね、考え方が変わってくる。これ ミスコンと美人コンテストでこれ、投票すする人は変わりますよね、はい、賞金欲しいからみんなが投票するだろう、うん、っていう人を予想しますよね。ミスコンは自分が美人だと思う人に投票すればいいんですけど、うん、美人コンテストだったら自分じゃなくて平均的な投票者、はいまあ、マーケットだったら市場参加者が一番美人と,と判断している人を予想して投票すると。だからこれ マーケットはこの美人コンテストだったら、もうこれずっと折り込みを進めちゃってるわけですよね。はい、もうずっと他の人はどう考えてるのって考えますんで。まあ他の人はじゃあ利上げやったら金下がると思ってるよこれをずっとだから去年もし紹介していったんだったら、まあむしろこれ利上げで金が下がるんじゃなくて上がるパターンっていうのがあるで。はい、まあいわゆるこれが材料でつくし。で合理性の逆説って、ケンとか言ってるんですけど。はい こういった見方ができるとマーケットがミスコンテストなのか美人コンテストなのか,ンンなのかこれが結構2020年の金属を見るポイントなのかなと思ってますなるほど株式市場とかでねよくみんながあの上がると思うやつに投票しないとはい。なんか自分が上がると思っても全然ねいい株だと思っててもダメでみんなが買うのが 集まんないと、まあ、資金が、まあ、とりあえず人気が集まんないとダメだってことですよね。そうする。自分がどう考えるかじゃなくて、うん、マーケットはどう考えてるのかって。こ、ね、の視点で言うと、やっぱり利上げイコール金寄りじゃない可能性が結構高いのかなとはい、まあ思ってます。折り込みの、えー、議論ということになるんですが、ちなみに小菅さんはどのイラストがタイプですか、はい 私、左下ですかね。左下。ああ、なるほど。一番何考えてるかわかんない感じですね。<laughs> 大橋さんはミスコンは荒らしたんでしょうか。一 <laughs> <laughs> 回だけ純ミスになったことが。<laughs> ミス姫さんよりって。<laughs> 古い話で。はい、はい、ここからテクニカルです。はい、っていうね。はい、コメントいただきましたけれども。まず、えー、大阪金先物国内の金価格を見る上で重要な為替です。 なんと年初から買っ飛ばしてますねドル円相場は116円台に上がってきましたということで小菅さんちょっとねこれドル高なのか円安なのかってちょっと議論見方分かれるところですけどちょっと勢いついてきましたねそうですねまあドルインデックスそんな動いてないんでかなりちょっと円安の気配もあるのかなと思いますけど当然これ円立ての金相場に対しては 強力なポジティブ材料ですよねそうなんですよはい、ちょっとチャート見ていただきましょう金価格月足のチャートこの三角持ち合いを上に抜けてきました12月の終わり値でもこの三角持ち合いのレジスタンスライン超えて終わった てるんですね、これはかなり強い形でひょっとしたらもう新しいトレンド始まっちゃってるかもしれないということです。 ひょっとしたら私は本当に12月の終わりにまた三角持ち合いの下に叩き込まれるリスクあるかなと思ってたんですけどごめんなさい上に抜けて終わってるんですねで右側のまあ冷やしのチャートじゃあこういった場合どういうトレードがえー考えられるのかといった時にボリンジャーバンドこの中心線の赤いラインと1シグマプラス1シグマっていう太い え緑のラインここがまあ上向きなので、えー、ここをえサポートとしてここにぶつかったところで買ってでまあ上でリグーみたいなやり方っていうのが一つ考えられるのかなこの黄色い丸いとこ見ていただくと、まあ、まさにそのパターンなんですけど、えー、中心線と1シグマ上がっている時にこの1シグマの緑のラインに沿って でまあ、あの価格が上が上っていく緑のラインを割り込んでもえこの中心線ミドルラインにぶつかったところでまた上がるということでえこの1シグマと中心線に、まあ、タッチしたところで買ってでまた上に上がったところでうまくリグっていくっていうような回転を利かすようなトレードっていうのは一つできるかなと思うんですがあの利上げする前にもうすでに 円建ての価格が動いてるるていうのは、これ、やっぱりドル円の影響大きいですね、小杉さん、どう思いますか本当に大きいですね。大きい、はい。だから、これって何が起こってるかっていうと、物価が上がってきてますよということにも等しい、インフレですよってことにも等しいことですよね。そうですよねやっぱりこれ、資源高で円安で、うん、生活はやっぱり苦しくなるんですよね。 はい、そういうことですよね。だから皆さんが直近で持ったる円の価値は今下がってきているよということで、その代わりにこういうものの代表であるゴールドなんかが上がってきていますよということでもあるのかもしれません。ただし、投資におけます最終判断は皆さんご自身で慎重に行っていただければと思います。えー、この番組は 豊かで均等し、豊かトラスティー証券の提供でお届けしました、ヒ子のウィークリーゴールド、年始は小菅さんに入門編ということで、2022年、虎年の金相場を占うということでお話を伺ったんですが、入門編があるということは、上級編もあるんですねそうですね、今度、金融政策以外の観点から分析したいと思います。はい ということで次回は上級編で今年を占っていただきます。こちらもご期待いただければと思います。ぜひチャンネル登録とこの動画へのいいねよろしくお願いいたします。小菅さん、年初から貴重な資料を作っていただきましてありがとうございました。はい。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。